はい。皆さん、こんにちはこんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は第26回の GK 相談所やっていきたいと思います。はい。ということでね、本日もサムネ4選手、えー、選ばせていただいたんですが、選ばせていただいたというよりも、えー、リクエストをいただいたんですけれども、はい。ここからね、あのー、ご希望のポジションと人数とね、しっかりと選べます。選べていると思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、早速やっていきたいんですけれども、じゃあね、豪華な4選手揃ってますが、 さあ、どこでしょう <laughs> どこでしょうまあ、共通するポジションがね、2つぐらいあるかなうーん。まあ、どっちでしょうが正しいですかね。はい。ということで、じゃあ、早速ね、依頼内容を見ていきましょう。こちらです。はい。えー、リーグ用のセンターバック2名を選んでほしいということで、リクエストいただいてますので、ここから2人選んでいきたいなと思いますので、今日はね、ぜひよかったら皆さんも一緒に考えていってみてください。よろしくお願いします。ということで、じゃあ、早速ね、 ノミネートいただいて4選手紹介していきたいと思います。じゃ、まず1人目はこの選手です。はい。えー、横浜 F マリノスの岩田智樹選手の、これは9月月間 MVP ということで、素晴らしいカードがね、登場してまいりましたということで。はい、ここね、スキル20丸、能力値20丸。センスはちょっと三角にさせていただきました。はい、ここね、スキルは、うん、いいですね。ガーディアン空中戦ということで。まあ、フィードなんで、ここちょっとスティールがね、効いてない部分がちょっとあるんですが、まあ、20丸でいいんじゃないかなと思います。 で、能力値もね、ここはい、問題なく20丸です。で、センスに関しましてはね、ちょっと3つ意味ないものがちょっとついちゃってるので、ここはちょっと三角にしたんですが、で、勝者のメンタリティもちょっと条件発動になるので、なかなかちょっと安定はしづらいのかなと思いつつ、まあ発動したら強いと思うんですけどね、うん。まあそういうところを含めると三角止まりなのかなと思います。ただまあここセンスがね、しっかりとつけば、なおね、評価が上がってくると思うので、まあ今回のね、 筆頭にはなってくるんじゃないかなっていうところがね、想像がつくんじゃないかなと思います。ただ今日、残り3選手も結構質高いんで、さあどうかなっていうところですね。はい。では次2人目なんですが、2人目は、はい。FC 東京の森重正人選手の、これは前半の方のレギュラーですね。はい。ここはスキル20〇でしょう、えー。ピンポイントタックルインターセプト。はい。完璧ですね。で、まあフィードということで、王道の組み合わせということで20 能力値もここね。はい。ディフェッチ高い選手で、問題なく20丸。で、センスは、まあ、丸かな。うん。まあ、ボナセン解放したら20丸でしょうね。はい。まあ、ここも、まあ、C のね、ちょっとこれスキル強化はちょっと意味をなしてないですが、まあ、ディフェンスいいですね。同ディフェンスいいね。で、まあ、パワーもね、悪くないと思うんで、まあ、ここは、はい、解放がちょっと待ち遠しい感じになってますかね。はい。ここもまあ、いいレベルですね。はい。十分入ってくる可能性あると思います。 はい。では続いて3人目なんですが、3人目はバンホーレ甲府の山本秀臣選手の今年のバンディエラですね。はい。ここはスキル 20‐0。まあ、同じく、ま、あガーディアン・インターセプトなんで A タックル、B スティールの組み合わせ。で、プラスフィードなんで王道の。はい。20‐0 です。で、能力値ね、ここ同じくディフェンチ高いね 20‐0。で、ま、あセンスはね、ま、あ EP がちょっと意味なし,してないので、まあ、リーグだとね。 三角になりますかね。まあ、テクニックだけなんでね。まあ、ここは、まあ、いいカードですよね。山本選手もね。はい。僕もこれ欲しかったんですけど。<laughs> 甘くないですね。あれ、羨ましいですけどね。うん。狙ったんですけどね。当たんなかったっていう。まあ、狙ったというほど狙ったと言えるのかどうかちょっとわかんないですけど。はい。まあ、チャンスあればって感じでしたけど。羨ましいですね。はい。<laughs> まあ、これも当然ね、いいカードだと思いますよ。まあ、限定なんで、ディフェッチもちょっと高いですしね。レギュラーとかいりはね。うん。 まあそういったところを含めて、ここもね、ぜひ入ってくる可能性は全然あるんじゃないかなと思うんで、まあここも注目でしょう。では最後4人目なんですが、はい、こちらサッカー日本代表バージョンの谷口翔吾選手です。で、これは後半の代表ですね。はい、ということでここはスキル20丸まあここもガーディアンと、まあ、ヘディングクリアなんですけど、まあちょっとスティール効かないとこはありますけど、まあ20〇でいいんじゃないかなと思います。 で能力値は、はい、同じくディフェチ高いんで 20‐0。センスはここいいですね。はい、A、スキル強化と、まあ、ボナセン解放ですけど、はい、金ディフェンスあるんで、この2つでも 20‐0 でしょうということで、はい、谷口選手もね、まあこれも限定なんで、ちょっとディフェチ高いですしね、うん、まあここも全然可能性あるんじゃないかなと個人的には思いますが、さあ皆さんね、どういう判断したんでしょうね。こういうセンスとか。まあ、パッと見センスは一番いいですからね。うん、まあそういうところも評価にちゃんと入ってるのか、 まあ、ただ育成がね、ちょっとね、育成度合いとかがあるので、まあ、岩田選手がちょっと有利な気もしますが、さあ、果たしてどうなんでしょうというね。まあ、グレードも高いですしね。はい。というところで、今日ちょっと注目度高いんじゃないですかどうすか <laughs> 僕も結構頑張って選びましたよ。なんなら今日、この後の説明、一番長くなるかもしれないですけど、覚悟いいでしょうか <laughs> ということで、じゃあやっていきたいんですけれども、 はい。皆さんにね、事前にアンケート取らせていただきました。で、ツイッターと YouTube で撮ってますので、まずツイッター見てみましょうか。こちらです。はい。えー、誰を選ぶというところで、岩田選手多かったですね。68%。はぁ。で、森繁選手が次19%。で、次が谷,、えー、谷口選手の9%。で、えー、最後が山本選手の4%ということで。で、200票超えたんすよね。ギリ。嬉しいですね、僕ね。僕なんか数字を求めてやってるとこあるんですけど、 ま本当にこういうアンケートの協力とかすごく嬉しくて、だってね、結構みんなの時間取ってるわけじゃないですか。で、それでも入れてくれるっていうのはすごく嬉しくて、200票超えたっていうのは僕もね、一つのここ区切りになったと思うんで、まあ、次ね、300票、400票、いや、1万票ぐらい目指していけるんでね、はい、頑張っていきたいと思います、活動をね。今後ともよろしくお願いします。<laughs> ということで、はい、200票のうちの68票ね、はい、あ68%入ってますからね。うん、結構100票以上入ってるってことですね。はい。ということで、岩田選手がね、ぶっちぎりでしたね。はい。 YouTube どうなんだというところですね。YouTube 見てみましょう。こちらです。はい。YouTube ちょっと表変わったかなうん。下の10番変わりましたね。まあ、一番多いのはね、谷口、あ岩田選手で変わってないです。60%。まあ、ここもはちょっと減りましたけど、まあ60、60%高いでしょうで。次がね、上がってきました。谷口選手ですね。はい。も、ま、う、あ、これ20%。うん。まあ、これもね、まあ、人気あるなと思ったんですけど。うん。20%。いいですね。5分の1。で、次、森重選手13%。で、最後、山本選手が8%か。 はい。ということで、まあ、ここも160票は YouTube にしてちょっと多いんじゃないかなと思うんで、まあ、ここもちょっと増えてきてるんでね。次は YouTube200 票を目指したいですね。はい。よろしくお願いします。まあ、どっちにも入れていただいてる方もいると思うんですが、まあ、それも全然関係ないんで、僕からしたら。もう、うん、同じ1票なんでね、どちらもね。うん。ありがとうございます。ということで、ケース360票。これ多分一番多いんじゃないかな、今まででね。うん、嬉しいですね。こうやって活動してる中でね。 まあ、共通して言えることは岩田選手が、まあ、ぶっちぎりでしたよ、というね、はい、話なんですけれども。さあ、果たしてね、見解どうなのかっていうところね、気にしていただいている方がね、おそらく動画見ていただいていると思うので、ここちょっと難しいんですよね、正直ね。うん、僕も難しいと思います。はい、難しいのでいっぱい喋らせてくださいというところで、じゃあ、早速、見解の方に入っていきたいと思います。こちらです。 はい。えー、GK 相談所の見解としては、えー、条件次第で変わる。どれも可能性ありということで。いや、でもこれで終わらないですよ。さすがにね。うん。こっから話し広げていくためですからね。お前なんだよと思わないでくださいね。うん。そんなわけないですから。ここ、ここ、この答え出したら、もうこの動画意味ないですからね。うん。ただまあ前提としてこれはちょっとお話ししておきたいなっていうところでね。まずはここから触れていきたいんですけれども。まあ、見てもらったらわかると思います。質がいいですね。4選手とも。 めちゃくちゃ差があるかって言ったらそうではないというところをね、皆さんにちょっと分かってほしいなという意味で、まあ、ここをちょっと出させていただいたんですけれども、まあ、当然どれも可能性がありますよというところをね、まず言って、まあ、どういった時にどういう可能性があるのかとかね、まあ、そういった話を当然ね、今からさせていただくんですが、はい、まずね、ちょっと触れておきたいところとしては、ここですよね。この中でスキル、能力値で一番は僕は山本選手じゃないかなと思います。はい、まあ理由としては、うーん、まあ山本選手か森重選手なんですけど、 まあ、山本選手、まあまあ、でも一緒ぐらいかな。でも森次選手の方がちょっといいかもしんないな、よく考えたらね。まあでもこの二人、うん、まあ、どっちかでしょうねっていうところなんですよね。うん。なんでかって言ったら、まあ、ちゃんとスティールが備わってる。で、タックルもちゃんと A で持ってる。で、プラス能力値も十分申し分ない。で、まあ、言ったら岩田選手と谷口選手はちょっとスティールに難がちょっとあるところがあるので、まあ、スキルで比べるとちょっと分が悪いのかなと、個人的には思っちゃうんですよね、やっぱね。うん。 ま仕上げるつもりがあるなら、その中でもチャレマ周回可能なところも、まあ、ちょっと抜けてるか、抜けてるっていうか、まあ、僕のこれ、考えなんですけど、やっぱ上積みできるかできないか、しやすいかしにくいかか、うん、ってちょっとやっぱ違うと思うんですよね。うん。なので、そこのちょっと側面含めて、山本選手が一番ってちょっと言っちゃってますけど、はい。まあ、森重選手も十分ね、はい、差はないと思います。差はないし、むしろ、仕上げれなかったら森重選手の方が全然いいかな、ボナセンディフェンスだしね。 というところをまずちょっと押さえておいてほしいなと思います。で、ここからなんですけど、じゃあ他の選手はどうなんだっていうか、今回他の選手がどうというより、4選手に共通しているところがもっとありますよね。要はセンターバックじゃなくてもいけるんだよっていうね。例えばボランチでもいける選手もいれば、サイドバックでもいける選手がいる。その中でセンターバックをじゃあ選んでいこうっていう話なんで、まあ、ちょっとそういったところがセンターバック主流の選手とかとちょっと考え方がやっぱり違ってくると思うんですね。というところで、 ま、岩田選手に関しましてはサイドバックがボランチで。谷口選手に関してもボランチが、ま、あ向いてるっちゃ向いてると思うんですよね、僕はね、スキル構成的に。やっぱり、その、スティールが効いてないところがあるっていうのは、まあ、正直最終ラインで置くにはちょっと不安かなっていう。うん。要はもうそこを通されたら終わりだよ、みたいな場面が、まあ、どうしても増える、増えるというか一番多いと思うんですね、センターバックがね。うん。てな、ことに関すると、まあ、あ どうせならこういうとこで使いたいよねっていう話ですね。はい。まあでもセンターバックで全然使ってもいいんですよ。いいんですけれども、より、より活かすんならこっち向きかなっていうね、話ですね。で、まあ森重選手はセンターバックボランチどっちでもいいですよっていうね。まあこれはね、まあさっき言った通りスティールがしっかり効いてるんで、ボランチで使おうが、まあセンターバックで使おうが不安はないよっていうね、ことですね。はい。で、ここを押さえた上でですよ。じゃあどういうことが言いたいかって言ったら、まあ要はこっからセンターバック4に選ぶってなった時に、 <laughs> まあそのボランチのこととかサイドバックのことも頭に入れて育成しないといけないよっていうところなんですね。うん、むしろ、例えば、まあ、センターバックでじゃあ使おうとじゃあ例えば岩田選手を使うってなるじゃないですか岩田選手センターバックで,で岩田選手をセンターバックで使っててで、まあね、同じぐらい強い、まあ、例えばインターセプトとかもちゃんと効いてる選手を手に入ったってなったらコンバートさせればいい。 という考え方も当然できるので、育成のしやすさとしてはしやすいと思うんですね。だから、まあ、センターバックこの4人で迷ってるってことは、まあ、当然ボランチとかサイドバック、もうすでに使ってる選手がいるか、それかここで選ばれなかった選手をそっちに回すかの考え方が考えられるので、まあ、そういったところを含めて、まあ、センターバックの要は考えだけじゃちょっと収まる器ではないような問題な気もするので、まあ、視野を広げて、まあね、岩田選手だけだったらまあサイドバックとかね、うん、でも全然通用すると思うし、であとね、 残り3、まあ、山本選手入れて、まあ、3選手かな、まあ、ボランチでもいいし、まあ、岩田選手もボランチでもいいしというところも含めてまあ考えていくとなると、まあ、最初の話に戻りますけど、山本選手がまあ一番、ね、使いやすい、育てやすいという話をしたんですけれども、まあ、やっぱそこ考えるんだったら、まあ、仕上げるつもりなら山本選手プラスアルファで押したいかなというところですね。はいまあ、このアルファというのは残り3選手という意味ですね。はい で、もしそこから漏れるんだったら、漏れた2選手を、まあ、ボランチなりサイドバックで起用するのも考えて、またね、いろんなその候補の選手と競わ,て競わせても面白いんじゃないかなというところまで、今日お話をね、させていただきたいなと思います。まあ、今ちょうどね、アディチャレが来ました。うん、山本選手ね、甲府、なかなか落ちにくいとは聞くんですが、まあ、根気強く周回すれば、まあ、それなりに収穫はあるんじゃないかなと思わないと、周回は多分やってらんないと思うので、そういった感じでね。 はい。やってほしいなと思います。まあ、僕もね、二日連続、夜ね、二時間ぐらい配信して、ヤンマーテンス選手狙ったんですけど、一枚も落ちないというね、そういうこともあるんでね。うん。まあ、でも落ちるときは落ちるんでね。はい。しっかりと根気強くね。まあ、ここできれば僕、山本選手ちょっと仕上げてみてほしいな。まあ、キラとかにしたら余計にでかいしね。まあ、センスとかも、はい、当然、ね、グロー落ちれば、あの、狙えると思うんで、ぜひね、ここちょっと頑張りとこうかなと思います。頑張ってほしいなと思いますね。はい。ということで、じゃあ今回の、 えー、第26回かなの GK 相談所は以上になりますで。あとさ、ちょっとね、前の動画言ってたかな一応募集、応募募集もね、ちょっとっかけたいな、かけたいなというか、まあ一応話しておきたいなと思うんですけれども、はい、概要欄にね、ツイッターのリンクがあります。そちらから DM にて、対象選手のスクショ、ポジション、またポジション人数ね、も一緒に。で、あと使用意図ね、まあリーグかクラちゃんどっちで使うかをご明記の上ご応募いただけますと、 まあ、こちらからね、どの動画であの取り上げますというご返信をさせていただきますので、まあ、その動画をね、回答としてご覧になっていただければなと思います。ということで、じゃあ今回の第26回 GK 相談所は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。